ちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今日ですね、一つね、完成しました。これをご紹介したいと思います。こちらは前に一度ね、朝で作ったことがあってご紹介したことがあったんですけど、それをもう少し横幅をね、狭めて、なんていうのかな、この縦と横の長さがそれほど変わらない感じにしてみました。実際はここの方が幅が広いんですけど、こっちもそこそこあるみたいな感じにしてみたんですね。で、その理由は、目的はこういう風に、巾着を片方のショルダー、ワンショルダーですね、こういう風にやるんだけど、この後リュックとしても背負える形にしていこうとしたんですよ。こういう風にこれをやるとリュックに背負えますよねっていう風にやろうとしたんだけども、なんですけどね、ちょっと課題もありまして、ここはねちょっと曖昧にしてやります。これをなんか縫い込んじゃって決めちゃっていいのかなっていうところがあって、ちょっと今仮に結んでるんですけど、これいずれ縫い付けて短くしたりしていこうかなと思ってるんですけど、この長さでちょうどいいかなと思って、こういう風にもやれるし、でこういう風にした時にリュックもあまりたくさん長さがあってもだらんとなるだけなんで、これで最低限でいいのかなと思っていますけどね。でも調節機能が融通効くのは今ここで切らないことなので、ここはこのままにしてあるんですけど、まあ、こういう形でもいいのかもしれないんですけどね、ちょっと分かんないので、このままこういう風にしてやります。で1個ね、失敗したことところが、まずこれがですね、挟み込むのをそもそも忘れました。でどうしたかっていうと、まあちょっと初めて作ったのもあるしということで、ここに縫い付けたんですね。ギリギリのとこで縫い付けて、外からもちろん縫い代を隠してるんですけど、ただここを縫い付けたことで、ここがつままれてちょっと若干内が狭くなってるかなと思うんですけど、まあそれほど影響ないかなと思ったんですけど、まあ本当はやらない方がいいです。ここに挟み込んで、ここからにおっきり出すのがいいんですよね。そういうのでちょっと忘れちゃったみたいな感じですね。でもう一つ課題はですね、リュックにするときにこうしますよね。この向きにしたときに、ここに背中にハギができる、まだハギができる、これはいいにしても、こっちにハギができるのってちょっとわざわざって感じなんですね。で私の作り方がそもそもですね、これね、どうしたらいいんでしょうね。やっぱりこういうのってね、この2枚をくっつけて一つの袋にするっていうやり方じゃなくて、こうやって一周、このアシンメトリーですよね。そうするとここは丸底みたいな風にした方が本当はいいんでしょうねという感じなんですけど、あまり私が丸底を作らないので、もう四角い感じがいいんですよね。これが特徴があるなと思ったんです。丸底のタイプはよくあるんですよ。なのであまりないタイプを作ろうとすると、四角はこの四角でいきたいわけですね。でこれが背中に来た時にこのはぎ目が出るのどうなんだろうっていうのと、あとリュックとしてこれ背負う場合に、やっぱりもう少しこのね、ここの幅がないと、ちょっとこのなんていうの、背中に突き出る感じになってますよね。これがね、ここが背中になりますんで、そうするとポコってなりすぎて、これが不安定なんです。で安定するにはもうちょっとこういう風にやっぱりその均一、この 正方形直方体なんていうのかな、ここの 面が正方形になる面にした方がいいのかなと思うと、ちょっとサイズ変更が必要あるかなと思ったんですよね。なんかそういうところが課題ですね。良かったところは、ちょっと今回コントラストを効かしたということで、このモカに黒の水玉っていうのがすごくかっこいいなと思って、これを裏地を表に持ってきちゃったっていう、ここら辺にね、これでストッパー、レンズストッパーっていうのを前でご紹介したんですけど、これもまあうまくいってます。なんかいい感じで出来上がってます。で裏ですね、裏がちょっとおしゃれな裏地でシックな感じで仕上がったかなと思うのが、こういう風にちょっとひっくり返しちゃいましょうか。ちょっと後で写真で写すんですけどね、こういうポケットですね、これがちょっとまたこれもコントラスト効かしてて、こういう蓋がポケットだよって中覗いた時に自分で分かる方がいいもんだから、これあまりなじまして同じ生地でやらずに、このフラップだけは違う生地でやったんですね。で中はこういう風に馴染むようにできていて、全部この裏地と同じやつで隠しポケットがあるという、そういう感じですね。フラップ付きなんですよね。これだけ1個ついてます。でそういう感じの裏地の、まあ本当大人っぽい感じですよね。ちょっと子供っぽい感じではなくて大人っぽい感じっていう風になるんですけど、
はい、このフラップポケットは私の中ではね、だいぶこれ使っていくっていう感じになってきたんですけど、昔はですね、昔って言ってもちょっと前までは貼り付けポケットをペタンと貼り付けてパッチポケットっても呼びますけどね、あのそのままポケットの袋をパチッと貼り付けちゃって、で上にこのあのやつフラップをかぶせるっていう風にしてたんですけど、内側に、ね、柄を持ってくることが多くて、柄がね途切れちゃったり潰れちゃったりするのって、わざわざそんなことしなくていいんじゃないかと思ったんですよね。そうするとこういう感じで、あのちょっとだけ切り込んで、柄ここだけ途切れますけど、それは入り口のとこなんで仕方がないとすると、貼り付けポケットでわざわざ柄を隠してしまうよりもいいんじゃないかと、それでこういう部分のセキュリティも兼ねてね、フラップで隠していく、その時のフラップを、この柄じゃないとこう、がまたポイントなんですよ。これねドット柄だから水玉だからいいんですけど、配列がいいからということと、点在してるからあまりわからないんですけど、もうちょっとねあのはっきりした柄とかだと途切れることでちょっと崩れる感じになるんですよね。そうするとかえって無地の方がいいわけですよね。そうすると何も問題がないわけですよね。そうするとポケット自体にもフラップだけはコントラストを効かせた別の生地を持ってくる、じゃあどの別の生地っていうとさらに手配するのってなると、無駄がないのは表地でやることかなと思って、意外や意外なんですけど裏地に表地の部分も少し使うっていう使い方ですね。これ何かにヒントになればと思いまして、ここでお伝えしたいと思います。よく私もこういう風に内側のポケット作る時のフラップを表地でやったことが過去にもあって、なんか足りなくなったりとか、裏地の部分があの他でたくさん使うから足りなくなったりとかした時に、あの偶然表地が余ってたからっていう感じで当てたこともあったんですけど、なんか配分もね多分ねいいと思うんですよね。表地が余る部分をこういうところに使えるってことになるので、それは一石二鳥なんじゃないかなと思いますね。柄の使い方ですよ、柄の出方ですよね。その出方を意識した感じっていうか、綺麗に出るにはっていう考えると、途切れないようにっていうのが一つあるかなと思いますね。はい、ということで次はですね、あの次またどんどんちょっとこの形で、あのいろんな生地で作っていくことしばらくやってみようかなと思うんです。で思うにですね、おそらく巾着型の横からグッと引っ張ってくるナップサックと呼ばれる形、あれも一定はいいんですけど、あれ使ってみて思うのがね、物をねなんかあのパンと膨らまして入れると結構どっちが背中になってもポコッと膨らんじゃうというか、まあこれも同じことなんですけどね、こっちなんかポンって膨らんで何か物を入れて膨らみて両方膨らんだのに、こっちが背中って決まってるもんだから、ちょっと背中に当たりがゴツゴツするかなって、膨らんだ部分が当たるとっていうのは仕方がないのかな。でもなんかしょうがないですね、そこまで物を入れるような、膨らむほど物を入れるための風なサイズ感では本当はないわけですよね。そこにちょっと無理やり入れてる感じになると、そういうことが起こるという感じですけど、たださっきのお話のように背中に そもそも沿うのかどうかっていうのは、ちょっともう少しこれの横の幅を広げる、これいいと思うんだけど、それかもっとこれを細くするかですよね。ちょっと迷ってます、どうするか、こっちをあの幅を狭めるのか、こっちを広くするのかっていうの迷ってるんですけどね、マチを広げた方がいいのかなとも思っています。もうちょっと背中に行くにはこれが広い方がいいですもんね。そうすると、なんかこういう風に丸いので作ったのと同じ似た感じのサイズ感になってくるのかもしれません。今でもまあ悪くはないんですけどね。あのワンショルダーの使い方もあるわけなので、リュックでも使えるよみたいな感じなら今のままでもいいのかもしれないですね。という感じですね。で、ストッパーのこのレンズストッパーの使い方はいろいろ使えるので、ちょっとやるやるって言って全然やれてないんですけど、いずれこれだけの作り方をねご紹介していく場面を映せたらなと思ってますね。で今回はまあこういう風に一回作ってみてっていう感じなんですけど、ただうまくいけばすごく使えるものにはなるんじゃないかなと思っていますね。はい、では最後になりますけれども、この制作を通じてですね、今回の大きな全体のポイントとしては、キルトのソフト厚人が見つからなくて、もうなくなっちゃったんで、今まで作ってきたすごく使い勝手の良いものがなくなって、代替品をそっくりさんの類似品を探すに
あたって、その前にもしかして余っている生地で代用できないかと、どんな感じの風合いになるのかということの研究も兼ねていたわけですね。でそれの結果なんですけどね、やっぱり最初のキルト作った時に思ったのと同じで、やっぱり柔らかすぎますね。まあでも柔らかすぎるって言っても、一般的によく売られているやつのようだということなんで、私としてはそれよりももっと張り腰が出て、高級感があり迫力のあるものにしたいから、そうするとちょっと生地で使っていくっていうことは今後はちょっと取り入れたくない方向になりましたね。ここははっきりさせておいた方がいいので、そうするとやっぱりハード薄陣っていう、ちょっともう少しそのソフト厚陣だった時よりもトゲトゲしくなるというかね、硬くなりすぎるんですけど、そっちの方向に行くのか、それともソフト厚地にそっくりなものを探していくのかってことになるんですけど、今までも今のところですね、もうそっくりさんがねなかなか見つかっていないです。フェルトに似てるんですけど、フェルトもそこまで、ここまでこういう大きな面積じゃなくてぶつ切りになっちゃってて一部使いなんですよね。なので素材自体がちょっとなんていうのかな、ウールチックというか、そういうのがもう作られなくなってきちゃっているんだろうか、材料がなかなか入手できにくくてということをちょっと勝手に考えているんですけど、まあ見つかればちょっと使ってみたいと思いますけど、とりあえずですね、次ハード薄陣でやってみて、ソフト厚陣に比べてやっぱり硬すぎるのかとか、これでいいのかとか思うんですけど、ただ一つ思うのが、畳んだりするときにソフト厚陣の場合、いい意味で融通が効くんですよね。畳んでもう一度戻しても、その畳んだところがあまり支障をきたさないというか、ハード薄陣の場合はハードすぎるから、一度跡をつけるとちょっと一回畳んじゃうと、その癖が取れにくいというか、生地でよく、綿のまあ、デニムとかキャンパス地なんかもそうなんですけど、あれ保管するときにですね、きちんと畳みすぎちゃうとダメで、棒に巻くのが一番いいと言われています。そうすると均等にピチッと伸びたまま巻いていますからね。そうすると変な跡がつかなくて当たりが出ないんですよね。なんかコットンってすぐね折るともう二度と取れないようなシワが入ってしまうんですよ、その折りじわというかね。それなのでちょっとその辺気をつけなきゃいけないのが、真地であっても同じことが言えて、コットンがそういう風になりやすい、まあ麻とかもそうなんですけど、そういう天然素材が跡がつきやすいのと同じような感じになっていくので、そうするとハード薄陣あまりちょっと今からやってないけど、やっぱりソフト厚陣のような融通性はなくて、ちょっと型崩れを起こしちゃうんじゃないかなと思っています。まあ、そういう感じでちょっとね、今ねなかなかいいキルト用の当て陣が見つからないわけですね。でキルトにキルト芯っていうのがあるんですけど、専用に、あれは分厚すぎるんですよ。でぷくぷくしすぎる、でそれがちょっとなんていうのかな、季節感感じて、あと流行もあるんですね。一時期ちょっと流行したもんだから、ぷっくり膨らんだ感じがね、でそれから外れたいんですよね。なんか定番な感じにするにはぷくぷくしすぎない感じの適度な1ミリ以内の厚みですね、 0.7 ミリとか 0.8 ミリとかそういう感じの厚みって綿ではちょっと実現できないんですよ。どうしても厚くなってしまうんですよね。そうするとちょっとやっぱりああいうグレーの色のね、ソフト厚地に変わるものがそっくりなのが見つかるといいなと思ってるんですけどね、ということです。はい、また続けてね、違う生地でもこのデザインなんかも作っていきたいと思いますので、また基本的にはですね、ショルダーとかもうやめてまして、やっぱりリュックの時代だなって私は思っているので、何かしらリュックみたいに背中に背負う形のタイプのバッグをどんどんね、この先もしばらくご紹介していきたいと思っています。ありがとうございました。